はい、阿部ちゃんでございます。中野編第2軒目でございますね。前回は米田さん行ってこちらから2軒目でございます。ということで2軒目行くお店こちらでございます。大衆酒場こぐま屋さんでございます。こちらね、平日の19時までお酒が100円で飲めるっていうので、めちゃくちゃコスパがよく飲める。さらにね、名物の煮込みっていうのがあって、名古屋の土手煮なんかな、ちょっと俺もまだ分かんないんだけど、なんかこう煮込みが真っ黒なんよ。まあ、それがもう名物ということで、今回はね2軒目にこぐま屋さん来ました。ということで、じゃあ早速行きますか。行きましょう。はい、ということで2軒目来ました。やった、こぐま屋さん、うん、ちょっと分かりづらいのかな、2階に上がっちゃうから、そうね、めっちゃ雰囲気いいね、このカウンターだけのっていう感じで、うん、ということで、19時まで、ハイボールレモンサワーチューハイが100円、はい、ハッピーは各ハイ、はい、レモンサワー乾杯でしょう。はい、どうも、どうもです。あ、うん、うまいわ。いや、この雰囲気がいいよね、このコの字のカウンターだけみたいなね。ここで飲んでるのかっこいいもん。そう、このさ、レンガ坂もまだ綺麗だからね、うん、ちょうどクリスマスシーズンでイルミネーションも、ここね、デートできたらもう、うん、コロイチですよ。もう、モテモテよ。コロイチです、うんうん、聞いたことない、コロイチって。お通しが来てます。そう、お通しね。これはキャベツと、なんかのフライですかね、うんうん、いただきます。おいしい。おいしい。うん、揚げ物はなんだ、芋、ごまだれがかかってて、うん、でも芋だと思う。うん、めっちゃうまい。うん、おいしいね。うん、うまい。おつまみ頼みましょうよ。そう、もうね、名物の煮込みですから。うん、気になってるか、早速ね、うん、はい、じゃあちょっとメニューの紹介しますか。うん、ね、こんな感じになってます。まあ、まずは名物の煮込みですよ、うん、もうね、真っ黒クロスケなの、一品料理とか肉刺しとかがありますと、うん、でドリンクが生ビール308円、赤星408円って感じなんですけども、19時までハッピーアワーでハイボールレモンサワーチューハイが100円と、うん、はい、はい、こちらが大根でございます。すげえ。黒いよな。黒だ。180円。こちらがキャベツの煮込み180円でございます。はい、こちらが名物の肉豆腐、豆腐とホルモンとお肉で500円。よし、煮込み来ましたよ。めっちゃうまそう。こんな黒いの見たことないね。真っ黒黒。じゃあその先、大根食べますか。真っ黒よ。見たことないわ。ねえ、ああ、もう切っても中も割とちゃんと染み込んでるというか。じゃあいただきます。めっちゃ煮込まれてるわ。味噌、うん、濃い味噌だね。うまっ。またなんかこうおでんとは違う。そうそうそう。甘いね、うん、甘くて濃いめの味噌で、めっちゃうまいじゃんこんな。うまっ。うまい。本当にこんな黒いの初めてじゃない？うん、ね。これ肉豆腐、うん、豆腐とホルモン、お肉、ふっくるじゃん。このボリュームで500円って安いね。いただきます。いただきます。うまい。うまい。白だ白。このなんかさ、甘めのと、うん、味噌だれ？プリップリじゃん。ハッピーアワー100円なくなるのでお借りします。はい、ということで2杯目レモンサワー、ちゃんと生搾りで入ってんだね。これ100円でやばいよね。すごい。じゃあ、こぼれ。はい、めちゃくちゃ生搾りじゃん。うまっ。
豆腐食べるね。いやもうこの豆腐もこれ芸術作品わかるね。こんな真っ黒の豆腐、豆腐いただきます。まあうま、豆腐がこんなに甘くなるの初めてね。これね、これまたネギがいいわ。うん、うん、ネギのシャキシャキね。そう、うまい。これはねうまい、うん、じゃあこのキャベツいきますか。しゃ、キャベツの煮込みって珍しくない、うん、串だからね。しかももうちょっとこれ口外したい、うん、店員さん曰く結構減ると。そうそう、いただきます。うまいよ、めっちゃうまい。キャベツの甘みがそうすごいね、死んでない、うん、でもいい感じにシャキシャキ残ってくる。いやここね知ってたらモテるぞ。いや間違いない、モテるよ。すぐ来たいの俺、うん、女子と俺ちなみに、うん、女子と来たからな。だからちゃっかりは。この前野毛行ったじゃないですか。行った行った、撮影でね。たぶんなんか終電乗り過ごしたみたいな。いや俺もう覚えてないのよ正直最後。確かにそうなのよ。1軒目2軒目3軒目は撮影して、うん、3軒目でこの視聴者の人と結構ばったり会って、そうそうそう、この後飲み行きましょうってなって、うん、その後4軒目で飲み行って、で5軒目まで行ったよな。そうで、なんかもう終電がやばいから帰りましょうってなって、うん、俺はその時点じゃあもう終電間に合わないってなってたじゃん。なってたなってた。だけど俺奇跡の立ち回りで終電行けたのよ最寄りまで。なかなかないよ、そのヤフー乗り換えに逆らったってことでしょ。でもほんとそうよ、ダッシュなんだからこっちは、うん、いや俺は普通に帰れたはずなんですけど普通に寝過ごして、寝過ごしたんだ。降りるべき駅をもう寝過ごしちゃった。あタクシーで帰んないといけないってなってポッケを見たらベロンベロンに酔っ払った時の視聴者さんからいただいたクシャクシャの千円札が、そうそうそう、俺を救ってくれた。そうね、まあ、楽しい街だったな。いやめっちゃ楽しかった、また行きたいわ。うんうん、ちょっとレモンサワー頼みます。また、はい、これ100円はレベル高いわ、生絞りだから。はい、私3杯目レモンサワー、頑張ります。よし、うまい。肉刺し3種盛りでございます。右からタン、ハラミ、レバーでございます。これすごいですね。これはこれで美味しそうだね、うん、じゃあもう右から行こうよ。タン、タンからいただきます。うわうわうま、すごいね。初めてかも、タン刺しなんて。俺も弾力すごいね。レグーは、うん、刺しだけど脂がすごい、うん、焼きよりタンを感じれる。わかるわかるわかるね、うん、うわいいね、うん、この煮込みだけじゃないのがまたいいね、うん、これうまいな。うまいわ。じゃあちょこのハラミさんいきますか。ハラミの刺しなんて俺も食べたことない、うん、レバー以外ないかもしれない、もしかしたら。じゃあいただきます、うん、めっちゃうまい。もうこっちはお肉って感じだね、うん、醤油ダレでこれしっかりしてるわ肉が、うん、これも噛み応えすごいけど、ね、噛めば噛むほど味が出る、うん、バカミって感じ。わかるわかる。あもう最高だわ、はい。いや中野やばいんじゃない、もしかしたら、うん、中野すごいんじゃない。すごいよ中野、ね、じゃあちょっとこのレバー行こうよ、うん、ネギたっぷりでね、たっぷりレバーいただきます。あレバー刺しのあの味付けね、うん、ごま油と塩とネギで、うん、最高、美味しい。うまっ、結構プリプリなタイプなんだよね。そうね、うん、うん、噛み応えがあるかも。うまい。これは美味しいな。噛めば噛むほどこうなんかこう、うん、濃厚さが出てくるというか。確かに確かに、うん、あららいいですね。酒しか進まんわ。飲まな、酒できた、チャリできたみたいに言う。はい、ということで俺4杯目かな、うん、レモンサワーにしました。はい、じゃあ乾杯。はい、どうも。
うまい。うまいですわ。よき女の子ときたいな。うん、なんかこうなんか穴場感もあるしね、うん、レンガ坂のおしゃれなこのイルミネーションも見れるし、それもやろうじゃないわ、かっこつけたいわ。うん、俺こんな店知ってんぞ。そう確かにそれはあるかもしれない、うん、1軒目のつくねが、あ、来てる。そう、俺は逆に、うん、あのつくねが俺のスイッチを入れてくれたなって、うん、ありがとう。大食いファイターですもんね、阿部さんって。ファイターではないけど、ファイター戦ってるから。でも俺一回さ、豚骨ラーメン屋さんがあるんだけど、うん、なんか替え玉ね、うん、8杯して、で最初に1杯合わせたら9杯食って、キモい、もうすごいじゃない、キモい。写真撮ってもいいですかって言われて、うん、1位ですって言われた。長らくそのお店には俺の写真が飾られてたのよ、ね、うん、1位として、ね、1回玉記録1位で。なんかこうよくテレビチャンピオンとか出てる、うんうん、イカ水、うんうん、細くてめっちゃ食えちゃう人とか、うん、食べ盛りの大学生とか、うん、もうめっちゃ運動頑張ってる人かなら、うん、まあわかる、うん、あ、わけがわかる。1位、気合で食ってるわけじゃん。ファイターとして、あ、そうね、気合とファイターとして気合で食ってるだけど、戦士よ、ウォーリアー。高円寺が生んだ大食いウォーリアー。ウォーリアーですか。それもありがたいですわ。高見小食だもんな。いや多分ね、小食じゃ絶対にないんですよ。普通、まあ、普通か。俺普通よりも多分食うもん、まあまあ、安倍さんと二人でいつもいるから俺が全然食わない飲まないみたいに見えちゃうけど、俺が多分ちょっと 1.5 倍ぐらい普通よりの人より食う方なの。なるほど、うん、大変よ、うん、よし、ということで中野2軒目この辺りで終わりますか。そうしましょうか。ということでじゃあ最後乾杯して終わりましょう。はい、乾杯。どうも、おいっす。いやここいいね、本当にまたこれをね、うん、いや本当このレンガ坂の2階にあるっていうことでぜひ皆さん来てみてください、はい。お会計の方がね、こちらになっております。一人今1500円ぐらいよ。安いね、やっぱこうハッピーアワーっていうのは強いね。強い、うん、ということでごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。3件目いきます。